5月30日から始まる「ミューズのファン見」まで、うん、あと少し僕は残念ながらチケットを取ることができず参加することができません、うん、全国を回るとなると当然各地で特産品やお土産などを買うことになると思うのですが、うん、お二人はここのお土産が美味しいとかこれはおすすめといったものはありますかよろしければ教えてくださいちなみに僕は浜松市民なのですがうなぎパイは全国に誇れるメーカーだと思っていますうん美味しいようなぎパイは美味しいよ うなぎパイね、夜のお菓子、ね。うなぎパイのさ、あの長いやつとさ、ハーフみたいな短いのあるよね。なんか今いろんな種類ないすごい。そうなの?。豪華な。あ、ある、金の箱に入ってるそうそうそう。あれ美味しいよ。私でも、一番昔からあるやつが。一番好きだな。なんか、遠いところに行ってしまったみたい。あ、そういうやつね。お土産ね。福岡ってあるっけ?。乾燥明太子ですよ。 福岡はニコリンパナの3人が行きますよ。そっか。乾燥明太子買ってきてもらおう。買ってきてもらおう。うん。北海道行ったら私、ドイツが好きでしょ。北海道は行かない、私。誰が行くんだろう。えっと、ことほのまき海。なるほど。買ってきてもらおう。うちら長野でしょ。長野。長野は何おやき。おやき食べよう。うん、食べよう。野沢菜。野沢あー 美味しそう,しそう <laughs> 楽しみだねはい